吉田さん、確かにラーメン売って100円200円は大変ですよ。でもそこには金額に変えられない喜びとかあると思いますよね。だってラーメン屋でラーメンを提供してお客さんの顔見て、ああ喜んでくれてる、嬉しいな、ラーメンうまいしなって、俺も好きなんだよみたいな感じで、いわゆるファンを作るコミュニティとしてお店を運営したりとか、そのラーメンというとっても自分が魅力を感じているもの、そのファンを作るっていうね、そういった喜びっていうのはみんな違う部分にあると思いますから、そう、お金に換えられないものあるでしょうね。店を持っているという、なんて言いますかね、まあ、自尊心や優越感っていうのも確かにあるわけですよ。俺店やってるぜみたいなのね、それ本当大変なことですよ。大変なお店をやってるからこそ自尊心や優越感もあると思いますし、信頼や尊敬も集まると思います。だからお金だけじゃないものに価値を感じるのも本当にこれはね、重いことだと思います。笑えないと思います。よくね、コンテンツビジネスをしている人とかネットビジネスをやってる人が、朝から晩まで通勤してサラリーマン生活なんてバカバカしいですよねとかね、お店に勤めていくらになるんですかっていうキャッチコピーとともに、私みたいに楽ちんでパソコン一台で稼ぎましょうって言ってますけども、私そういう気持ち全くないんですよ。店舗をやるのも本当に尊いことです。特に今回の緊急事態宣言で、人がこう来てくれたんですよね。焼肉でも食べに行こうかって言ったら、やってないんですよ。お店をやっていただけるって本当にありがたいことだなと思いました。で、こっちは気が向いた時に行けばいつでもやってるっていうことに甘えてだなと思うんですよ。だから私思いますけども、飲食店の売価がね、2倍になろうが3倍になろうが、私はね、通い続けようと思いますよ、そういうところに、うん、そのぐらいありがたいと思います。今のような価格でこちらがね、いつでもいろんな店を選べるみたいな環境を飲食店の方がやってくださるっていうのは本当にね、お疲れ様でございますということでございますね。で、今回のテーマはメルマガ王様っていう形でお届けしようと思うんですよ。で、前回吉田さんがね、言われてましたけども、実はね、私のビジネスモデルも吉田さんと非常に近いんじゃないかなと思うところを、今回ね、吉田さんはご存知だと思いますけども、改めてほとんどの方、一般公開動画で話そうと思います。まずね、 YouTube で私、速稼塾を売ってないけど売ってる形になってますよね。で、それが売上のほとんどだっていうふうに考えていらっしゃる方は、ちょっと考えがね、浅はかだと、あえて言わせていただきます。速稼塾の頭金3万円とか、それを分割でいくらでもいいですよみたいなね、うん、そういうふうな柔らかい振り分け方をしているのはなぜかってことなんですよ。それはもちろんお金がない方にもね、情報商材ってのはどんなものなのかなとかね、インターネットビジネスを8年間もやってる人の商品ってのはどんなものなのかなっていうことで、他の情報商材を測ってほしいっていうところもあるんですが、実はね、 YouTube で速稼塾を売ってるにしても売ってないにしても、ここの売り上げって私のそのコンテンツビジネスの売り上げの大体 20% 以下なんですよ、ね、ここがミソですよ。じゃあ残りの 80% どこで生まれてるんですか？投資とかではないですよ。投資はまた別です。コンテンツビジネスのうちの100ある売り上げのうち 80% 以上はリピートで起きてるわけですよ。じゃあリピートってどこで取ってるんですかって言ったら、それはメールなんですよ。毎日私は速稼塾の更新情報をメールで、メールマガジンにして1000名以上の方にお送りしています。そこで別の商品を売る場合があります。これは一般公開では売ってないんですよ。一般公開で売る場合は10倍ぐらいの値段を、そういった情報商材を販売するサイトに出してます。10倍ぐらいの値段ですよ。30万とか50万とか。それを速稼塾の塾生さんの案内に対してはおまけをつけて先行販売にして、しかも価格はもう数万円とか数千円で出してるわけですよ。これがリピートです。で、速稼塾に入って毎日の更新情報を受け取ってくださってる方っていうのは、私の商品とか私の情報にものすごくね、信頼感とか納得感をいただいてるんですよ。だからその方にこれは有料なんだけどねっていうふうに販売することっていうのは、リピートの可能性をすごく高めるんですよ。しかも一般公開動画ではそんなことが全然見えないんで、セールスをバンバンやってるには見えないですよね。もちろん私セールスの回数は非常に少ないですよ。少ないんですけども、例えば FX の教材がなんで売れたかってことなんですよ。これはね、何年も FX を毎日毎日毎日やってきて、あ、久保さんの FX 本当になんか精度がいいな、的中率がいいな、説明がすごく細かいなっていう風な納得感をいただいている方に、私が商品出しましたよ、しかもこの価格ですよってなると、やっぱりね、納得感を持って買っていただく可能性が高いわけなんですよね。で、しかも私はネタバラシまでしてるんですよ。これはブックオフに行って中古本買っても分かるレベルですよって。それを本で学べない方のためにデジタル化しましたと。
ですんで、お金払うのが嫌な方はネットで検索して記事を見ていただくか、ブックオフに行って300円ぐらいの FX の本を買ってきても同じ効果が得れますよと。ただし本や文章でネットの記事で学ぶのは大変だと思うから学べなかったんですよね。じゃあ毎日、届くメールマガジンの中に私の動画音声が入ってたらちょっとは学びやすくなるんじゃないでしょうかっていう提案ですよね、まあ、ですんでネタバラシをしてすごく正直で、そこに誠実さを感じていらっしゃる方は買っていただくって形で、まあ、40数名の方がねこの FX の初級講座っていうのを買っていただきました。で、初級講座は確かにこれは納得感あるなって方が半分ぐらいねいらっしゃったんで、その半分ぐらいの方に向けて中級編講座っていうのを販売したんですよね。で、それが売れるかどうかってことなんですけども、こちらの方もね十数名の方が買っていただいたということになります。で、リピートが起きてるでしょ。で、しかも外部には売ってないわけですよ。売る場合はこれを10倍ぐらいの価格で売ってるわけですよ。だからほとんどそっちの方では売ることを意識してないんですよ。というのが、高い価格で飛び込みの人が買ってしまうほど私としては不損なことはないんですよね。だから信頼関係を高めて高めて高めて、で、納得感をかなりかけた上で買っていただく、しかも低価格っていうのが私の望む形なんですよね。で、低価格で買ったものに対して大きな結果を出していただきたいじゃないですか。それはだって買った購入金額が高かったら、その購入金額を取り戻すためにすごい時間かかっちゃうんですよ。で、商売っていうのは安く仕入れて高く売らないといけないんで、それを私の熟成さんにやらせてあげられなくなっちゃうんですよ、高く私が売っちゃうとね。だから熟成さんには仕入れを極限まで安いものにしてあげないといけない。で、どうして安くできるかっていうと、外部に売るときが高いからなんですよ。で、それから私自身のキャッシュフローの問題で高くなくても大丈夫になってるんですよね。あとはそういった形で私のビジネスモデルっていうのはメルマガが主になっていて、メルマガの登録者さんを速稼塾というね、更新情報を受け取ってくださることをいかに多く増やすかによって、 YouTube っていうのの数万本っていうのがね、まあ今1万3000本くらいですけど、そちらができているってことなんで、 YouTube が消えたら確かに残念だけども、知名度にはなんないんですよね。全体売上の 20% がそぐらえるくらいなんで、まあ立て直しは十分可能だし、メールマガジンは機能してるんで、 YouTube がなくなっても情報発信は相変わらず同じようにできるんですよ、で、まあメールアドレスもね取得してますしね、私の唯一のメールに皆さんの申し込みメールを送ってもらってるんで不動ですよね。もはや Google のアカウントを追放されない限り、私はこの商売が同じようにできるということになります。まあそれもダメになったらね、また一から始めればいいし、究極は別に情報コンテンツビジネスから退場しても投資があったりね、それからもっともっと先行ったら私は別に介護士やるのも私の目標の一つですからね、負担がないかなと。だから何重にもリスクヘッジができてるんですよね。どれを取っても私の人生を充実させてくれるものだし、収入も得れるし、そして自分が今所有しているものも全部資産化する覚悟もできてるんですよ。家にしても土地にしても車にしても全部資産化してもいいかなと思ってるんですよ。執着もないですね、だからね、だからこうありたいっていうのとこうあらねばならないっていうのはイコールじゃないってことですかね、まあこれが私なりの腹をくくってるってことだと思いますね。はい、では今回のタイトルはメルマガ王様ということでございます。 SNS は移り変わってもメールは全ての SNS の出発点になっていると。未だにメールはなくなっていないってことですよね。 SNS が廃れても、ミクシーが放棄されても、 Twitter をやらない方が出ても、ステアカウントをたくさん作ってもメールアドレスが全ての出発点になってるんで、まあインターネットに関わる方はほぼ 100% メールアドレスは持ってるだろうなっていうところで、私は未だにメールマガジンが一番大事なものになっております。